おはぴよー、どうもひなぴよーと、はい、どうもドリーです。はい、続きやるぞー、行きましょう。まずこの人に話しかけて世界の鍵を渡そうか。うん、チェルシーちゃんの世界からね、戻ってきたんだよね。オッケー、また今回新しい世界に行きましょう。はい、次誰かな。うん、おかえりなさい。どんな声で呼んでたか忘れましたいつも忘れるこちらが笑顔で言っているのに、そんな顔されていては不快ですね。え？いえ、無事鍵も回収できているようですし、お疲れ様です。うん、苦しゅうない。それでは世界のものは回収させていただきます。はいマッシュマッシュページの切れ端もまとめておきますね。どうぞ。 Thank you。 朱色の手帳、朱色、これ色にも意味あるのかな、わからん。それでは次の世界への扉を開きましょう。やった、次もよろしくお願いします。お前も働けよ、ニート、ニート。ええー、今回は何もいない。いないね。ここ、あ、ここじゃないんだ。これ最後っぽいよね。だね、こっちか。お、ああ出たよ、推しが出たよ。ひなぴよの推しだー。よー、アリス、いい天気だな。こういう時はそう遊ぼうぜ。おう、遊ぼうぜ。おうおう、元気だな。んじゃ、おう、クローゼット開けようぜ。クローゼット開けて何すんだよ。かくれんぼかよ。かくれんぼだ。え、手が震える、怖いよ、怖い、あー、開けるかい。 あれかな、その人の心の扉を開くって感じなのかな、もしかしたら。うわ、なんだこの世界、なんだ、結構いい家だな。うん、ランプだ、ランプだ、金のメダルだ、メダルだ、スゴロクがある、ある。窓、何も見えない、ない。もうマザーグースおる、読むか、読む。ヤンキー、ヤンキーヤンキードブル、ヤンキードブル、ヤンキードブル、カムトゥタウン、アップワポン、あ、キンチ、イシ、キンチ、ポニー、ポニー、ヒ、ヒ、チ、タック、タック、ア、ファズ、ザ、イン、ズ、イズ、ヒッツ、ホット、アンド、カル、ヒム、マ、マカロン、マカロニ、あ、マカロン、違った、マカロンかと思った。マカロニ、マカロニ、あ、終わった。帽子や洋服がたくさん入ってる。へえ。うんうん。出るか。広いね。広いね。こっちか。お、ジョシア君もどっかにいるかな。うんうん。難しい本。なるほど。ドドドドド、羽のペンだ。ペン。わあ、よくあるやつや。実際に見たことないな、羽のペン。1は真っ赤。みんな真っ黒。1だけ真っ赤。どういうこと？なんか数字書いてんのかな。そういうことか。わかんない。1の裏は6、3の裏は4、スゴロックっていうかサイコロの話か。ああ、2の裏は、待て、5、字が消されていてわからない、潰されていてか、うん、え、5だよね。うん、5、うんうんうん、いけないよね、まだ。なぜかこれ以上進めない。なぜかって何ですか？なんでだ？あー、なんかいる。誰？誰だ？誰？誰ですか？とりあえずなんかこれを拾おう。あー、拾おう。かけらいっぱい集めよう。何のかけらか知らんけど。肖像画がいけねえのか。誰？裏、裏、表、後ろ、前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 、どっち？1462の裏裏裏。1462。オッケー。うん。1462。裏わからない。裏。はあ。え、君に教えればいいの？うん。1462。1462。だから6315かな。6315。裏。6315。裏、裏、じゃ、一
1462-6315あげる。ありがとう。まだ手帳の切れ端。おお。月が落ちてきたんだ。丸い大きな月が。お母さんにそう言ったら驚いた顔をして少し微笑んだ。本当は月なんか落ちてなかった。次は空からこっちを 見下ろして、ん？月だった。月は空からこっちを見下ろしてた。でもお母さんのその顔を見るのが好きでいろいろ言った。大きなトカゲが喋ったんだ。隣のおじさんは空を飛んだし、猫が池を泳いでいた。話をするたび、お母さんはたくさん驚いて、たくさん笑ってくれた。何の絵本なんだろう。でも、だんだん笑ってくれなくなった。その次の日から、お母さんはこっちを見てくれなくなった。うん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 、あ、開いたんか。どこが開いたんだろう。どこ？こっちまだ行ってないよね。あ、いるじゃん。こんにちは。僕？うん？アレンか。なんだ、びっくりしたな。鍵なんてかけてないぞ。どのドアも全部開いたし。うん、うん、先生、いや知らないけど、ここは夢かは僕が聞きたいんだけどな。夢じゃないの？僕の家に似てるけど、こんな狭くないからさ。え、もっと広いんかい。そうだよ、最近こんな夢ばっかだな。誰もいないし、ここで一人すごろくをやってたけど、アレンがいるんならいいや。どっか行こうぜ。他のやつもいるかもしれねえし。なんでそんな顔するんだ。いや、ごめん。アレンについていくからさ、どこでもいいよ。よろしく。よろしくね。おー、本棚は特に何もないね。ないね。シンクロした。上はまだ行けないのかな。かな。どうした？行けなかったのに。あれ、階段登れなかったっけ。なんでそんな目で見るんだ。冗談だって。あ、行ける。お。下のフロアも気になるな。さっきやった。うん。おっと。なんだろうな。怖いね。開けない方がいいって。またなんか問題出してくる系か、ね、うん、かっこいい。これ父さんのだからあんまり触ったら怒られるよ、うん、まあ持ってく、ん？持ってくなって言われれば持って行きたくなるけどな、うん、せやな。かっこいい、めーめーセンチめーめーキロめーなんだこいつ、かわいい。なんだ、何も見えない。ない。ケーキがある。ほう。さすがに手で食べようとするなよ。クリームでベタベタになって服も汚れるだろ。うん、うん。少しだけ空いたスペースがある。ほう、なんかしまうのかしら。しっかりと固定されてる。鍵がかかってる。鍵がかかってる。そこあんまいじんなよ。わかるだろ、男のロマンってやつだよ。へえ、なるほど。空っぽだ、うん、空っぽか。本が詰まってる。本が詰まってる。こいつ行ってみようか。セーブしようか。うん。てい。あ、違う違う違う。てい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 。あ、テトリス。テトリスかーい。やめとく。もうやらないです。うん。ここなんか塞いでんの？特にそういうわけじゃなさそうだな。うんうん、おお、いっぱい部屋あるな。うんうん、小説。小説が置いてある。小説。読めない。僕さ、ここの国の生まれじゃないんだって。どこだか忘れたけど、その国の言葉らしい。うん、国によって髪型や目の色や食事も違うんだ。面白いよな。先生の目は真っ黒だったな。どこの国で生まれたんだろう。日本かな。日本人か。読めない。ああ、同じか。
先生日本人かなのかな、どうなんだろう、うん、特に調べるとこなし。なし。おお、あ、人がいるね。ペイントだ、だ、うん、あれロシアンルーレットしようぜ。エア、よし、安心しろって、僕が改造したおもちゃの鉄砲だ。本当か？デコピンされる程度の威力しかないからさ、6発のうち1発はこのお手製ペイント弾だ。さ、アレンから何発撃つ？そうだな、何発撃つ？6発。6発いくか。ぶっ殺せ。あ、残念だったな。一発目からか。そりゃ全部撃ったら当たるに決まってるだろ。アレンって変なとこ抜けてるよな。あ、何でもなかった。そうか。死ぬかと思った。うん、こいつ怪しいかな。そうね、セーブしとくか。オッケー。あ、オッケー。あれ先生か。先生いるじゃん。はい、先生か。先生いるじゃん。アレン君にジョシュア君か。君にはいつも言ってるけど、腰を強く叩くのはやめてくれないか。ああ、腰痛持ちですか。叩かれたらね、グーって。なるほどね。だって先生いつもこうしないとこっちに気づかないじゃん。うん。こっちも結構きついね。次からは脇腹も禁止だ。脇腹。というより、なんで先生いるの？夢だから出てきても不思議じゃないけどさ。夢とはちょっと違うね。僕的にはここにアレン君がいることに驚きなんだけどな。君たちはここにいなさい。できれば動かない方がいい。これ以上進むんじゃない。先生はそろそろここを出るから気をつけるんだよ。先生のポケットに入ってたんだけど、なんだろうこれ。ポケット探るの。勝手に探ったの。ポケット探る。なんだよその顔。先生がぼーっとしてるからだろ。大丈夫だって。代わりに蜘蛛のおもちゃ入れといたからさ。気持ち悪い。欲しいの？変なやつだな。ほら。うん。わー怖い。とある日、お父さんが寝たまま冷たくなってるって言った。うん。久しぶりにたくさん驚いてくれた。すごく驚いてくれた。その後すごく怒られた。でもやめられなかった。毎日のようにお父さんが冷たくなってるって言った。その度驚いて、その度怒られた。それが良かった。ん？驚いてくれる時だけ僕と話をしてくれるから。ん？何だったんだ？夢じゃないなら何なんだ？先生、いつもよくわかんないことばっか言うよな。そうだな、僕がバカなだけか。アレン！なんだよ！急に叫ぶなよ。君がバカなだけだろうって言ったじゃない。あこっち上まだ行けないの？いけないかな、うん、なぜかこれ以上進めない。ここなんだろう。うん、開けるな。開けるな。うわ、なんでだ。いや、なんでもない。いきなりごめんな。開けるなって言われたら開けたくなるがね。ねえ、開けたくなるのがね、人間のね、ねえ、なんだろうな、本能というか差がというか、というか下はいけるのかな。なんかここ行ってないもんね。ね、ああ、鍵がかかってる。どこ？どこだ？なんか元の部屋にまたなんかあるのかな。どうだ？特にないね。うん。うん。音が。あ。それは別に関係なかったし、クリアしたし。うん。うん？かも。え？鍵かかってる。あ、うん？え？入ったら。え？出ようとしたら。うん？
おかしいな。さっきまで開いてたのに、なんで閉まってんの？考えるのは嫌いだ。あれ、任せた。え？閉じ込められちゃった。鼻かもうとしたら。鼻かもうとしたら。鼻かんでいいよって。いい？探しといて、なんか、うん。しっかりと固定されてる。この羊かな？めえめえ、しゃ、めえめえ。え？めえめえ。M 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 K M。何？めえ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 。キロ。め。めえめえ。めえめえ。は？このハテナにはいろいろアルファベットを教えろだってさ。うん？このハテナに入るか。入るアルファベット。ん？こいつ普通に言葉喋ってるけど。え？まあ任せたぜ。え？め。め、め、め、センチ、め、め、め、キロ、めだから。え、え？め、め。普通に C じゃないの？違うの？ちょっと待って。セーブどこだ？そっか。はい。め、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 せ、め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 。せん。え、ん、え、ん、C かな C。めめ C。C。めなんだ当たりだってさ。なんで C になるの普通に簡単だった。ね。なるほど。長さね。やっぱアレン頭いいな。うん。おお、開いた。開いた、開いた。やったぜ。あれ？え？開いてない。あ、わかった。ここ、あの、あ箱、こっちか。鍵かかってたよね。鍵が開いている。うんマジックハンド懐かしいなこれ使ってヘビの抜け殻とか上から落としてたんだえいたずら好きなんだね、うん、まだ開かないよねうんなんか使えるとこあったっけマジックハンドあああ何か見えるおお使おうマジックハンドお青色の本本あなんかスペースあるって言ってたよねうん、うんどこだここだあ本棚本棚上の真ん中の真ん中あこれかうん淡い本を入れる入れるおおぴったりとはまったビシッビシッ相当ぴったりはまったんだなお開いたあ今度こそ、うん、あれえ何が開いたんだじゃあなんか他にあったっけ鍵かかってるねえ空っぽだうんうんもう取ったよね。うん。うん？なんだろう。かっこいい。うん？え？さすがに食べようとするね。そうだよね。同じだよね。何ですか？何ですか？何ですか？少しグラグラしている。おう、外れそうじゃん。あら、おう、フォークが2本。お、これでケーキ食えるな。1本もらうぜ。おう、なんでそのとこにフォークがあるんだ？ね、小さなフォークを手に入れた。食べたらいいのか？ケーキ食べろってこと？うん、食べる。食べる。あ、めまいがした。合ってるの？合ってるよね、うん、ポケットに紙切れが入ってるえなんでここに移動してんのかがわからない、うん、お部屋に閉じ込められた別にテレビもあるおもちゃもあるでも違うんだ違うだろ違うだろお姉ちゃんやお兄ちゃんは見る僕は見ない、うん、雲やカエルが喋ったら退屈しないのになああ、違う。どうして？うん。うん。どこに行けばいいんだ？下？下か？え、どこ行ってないっけ？なんかかかってる。なんか暗くない？てか音なくない？うわーいいなんですか？びっくりする。え、なんかボロボロになってない？気持ち悪い。なにこれ？目？気持ち悪い。なんか後ろ光ってる。お。ああ、かけろ。あは。おい、あんま近づくなって。気持ち悪いし。
うん、なんかここ穴開いてるね。ん、覗いてみる。うわあ、外国人のお目目、ボロボロだ。なんだなんだ一体。操作バトバスして。ちょっとこの雰囲気怖いかもしれん。怖いな、うん、ひなぴよの推しのキャラクター。うわあ、怖い。これこれも見る。やん、あ、ええー、左向いてる。いい目じゃん。これはあまり怖くないね。うん、不気味な感じがする。おう、読めない。読めない。うん。うん。え？これ何？それ調べられないの。何？なんだ？反対側にも来るかな？変な感じがする。何？来ないな。来ないね。うわ、怖い。何？うわー！え？なんだろう。何もない。うん、びっくりした。おお、え、なんか黄色い目になったね。正面向きとか関係あるのかな。ね、右見た。やだ、怖ー、夜なんですよ。うん、ほい、うん、ああ、綺麗な目。赤赤赤、黄色。え、何色だったっけ最初の目。うん、黒普通に。赤、黄色、黒、青。青か。ん？黒？ん？そっちが青？これが青。青。青。向きとか関係あるかな？わかんない。ありそうだよね。左正面見て。青い目。わあ、赤。ああ、最後に見たのが青だった。左？だから、左を見てた？よね。うん、赤い目。ああ、全部聞いてくんの？は、うん、僕、うん、を見てたよね。うん、緑の目。緑？緑が、あ、緑がこのここの あれか？え、正面だったっけ？正面だったね。だよね。僕。うん、あ、あ、間違えたんだ。ちょっと待って、緑これだよね。うん、え、これ緑なの？違う？緑なのか。え、うんうん、だってこっち黄色だよね。うん、右、黄色が右。うん、うん、多分途中まで合ってたんだよね。うん、青い目が、左で、赤い目が、僕。緑の目は？ね、緑の目僕じゃない？赤い目が違うのかな？いや、合ってるはず。赤い目は合ってるはず。だって進んだから。うん、でも緑の目、え、僕じゃないのこれ？あれ？上？上なのこれ？上か？ちょっと上ってやってみるか。二重の幅が、ね。うん、上か。赤い目は僕、緑の目は上。あ、合ってる。黄色の目は右。見投げよう。ええ、開いた開いた。見ないでよって何？見てないよ。見てないよ。はい。あー、怖っ。うん、うわうわお、なんだろう。鍵がある。世界の鍵。紙切れ持ってる。お父さんが冷たくなった。本当にそうお母さんに言ったけど信じてくれなかった。僕の言うことなんてもう信じなくなっていた。だいぶ時間が経ってから、あ、だいぶか。だいぶ時間が経ってからお兄ちゃんとお姉ちゃんが気づいてやっとそのことを知った。見たことのない顔をしてた。見たくない顔をしてた。驚きも怒りも笑いもしなかった。その日からお母さんは何も言わなくなった。
何も言わないでどこかを冷たく見つめるだけになった。うん。え。うんうん。いや、なんか変な感じがしてるんだ。すごくモヤモヤしてる。何か足りない。でも何が足りないかわかんないんだよ。アレンはさ、なくしたら怖いものってある？ないにしてみる？ない。そう。そう。ちょっとだけ羨ましいけど、それってすごく苦しいな。確かにね。暗いな、ここ。でもなんかほっとしてる。うーん。暗闇ってこんなに安心するものだったっけな。ほう。おお。扉。待て。いや、なんか入りたくない。というより、入れたくないんだ。うん。入るのか。突破しちゃうぜイエイイエイ。わかった。お父さんがいるのか。うわ、首つってんの？どうなんだ？は？おお。クリック。クラック。よくこんなところまで来たな。来るなって言われたろ。なあ、アリス。眼中にないってか。そこにぶら下がってるくるくる坊主、くるくる坊主そこにぶら下がってるてるてる坊主がそんなに気になるのか。あ、違う。あれは母さんだ。僕の母さんだろう。いや、違う。違う。母さんはこんな目じゃない。ほう？じゃあ、どの目だ？にゃあ。教えてくれよ。え？ああ。にゃあ。おい。いや、闇落ちした、また。ああ。おや？母さんじゃない。違う。だってあの時、僕が言ったのは、でも、母さんは、なあ、違うよな。これ、違うよな。なんでそんな目で見るんだ。なんでこんな目に遭うんだ。今更何言ってんだ。あの時ああやって、結果こうなったのも、お前のせいだろ。後ろを探ってもお前が悪くない理由なんて見つからないぜ。あの時こうしとけばなんて、そんな船旅ただの時間の無駄だ。無駄だやめろよ。目がカタカナになってる。やめてよ。ああ、まあいっか。じゃあな。ああ、なんもなかった。うわ、お兄ちゃんはサッカーがうまい。お姉ちゃんも頭がいい。でも、僕には何もなかった。何もないのに、あるって言ってしまう。持ってないのに、持ってるって言ってしまう。言った後に、すごく悲しくなる。そのうち、僕もどれを持ってて、どれがあるのかわからなくなった。言ってしまえば、誰かを傷つけてしまうかも。でも、言って、言うんだ。せ、い、ぼ、は、れば、で、か。最後の方は文字がにじんでいて読めない。お決まりのですか。ですね。へー、あー、帰ってきた。怖かった。狼少年かな。あー、ぽいよね。ぽいよね。あら、そういうこと。なんか1パートに1世界いけるね。そうだね、うん、ちょうどいい感じの時間だ、うん、オッケー。じゃあまた次回。次はどこの世界なんでしょうか。ステラちゃんかな、かな。よし、ということでおつぴょうです。はい、どうもでした。はい。